産再生トンネルということですね、都会で失業者を募ってそうした組織化して、過疎地の耕作放棄地を開放してもらってですね、農業の手ほどきをして自立を促し、地域になじませてから定住させると、その時にお金渡すよりはお米を渡してお米をどんどん送ってもらおうと、そんなことも考えて、お米というかこの地域米通貨ですね、渡してどんどん送ってもらおうと。あるいはまたふるさと農村再生ファンドということでですね、地方出身者、その地方の出身者に出金を出していただいて、先ほどの、農村再生屯田兵の資金にすると、そういった生活、インフラなんかもそちらのお金で賄うと。で、失業者をここに雇って、配当として地域米通貨というその米をお配りすると。あるいはまた暇な時には農繁期のボランティアしてもらうと。で実際その地域出身者がたまたま失業した場合なんかは、その耕作権を、農村再生屯田兵が開拓した、耕作権を耕作の、農地の耕作権を、優先的に渡すと、そういうことでいつ失業されても、まあ、来るには困らないと、そんなベースができたらいいんじゃないかと。ただそれだけの洒落なんでございますが、5分間でちょうど終わったと思います。私のプレゼンは以上で、後でパネルディスカッションさせていただければと思います。よろしくお願いします。質問なんかありますか？質問されると困るんですけど、何か質問ありましたら。佐渡の場も今日佐渡市の、農業支援課さんの方から寄付していただきまして、味わって食べていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ引き続きまして、今日のバタカレ役ナンバー2ということでですね、渋谷大学というところで事業コーディネーターをやっています加藤武春と申します。よろしくお願いします。題して幸せで持続可能な地域づくりを今まで考えていたらということですね、自然資源からのエネルギー食料生産を裏打ちとした地域通貨によるベーシックインフラを作っているというところですね。はい、渋谷大学って皆さんご存知かどうかあれなんですけれども、渋谷の街をキャンパスに渋谷の人が渋谷の人に教わるというですね、コンセプトでいろんなメディアで今出ているところなんですけれども、私、幸せで持続可能な地域づくりということ